積層のアイスティーム、今回もやっていきましょう。前回はリシューの居場所、椿がなくなってしまいましたね。前日に村人たちが医者を呼んでくれたり、仕事をしなくていいと気を使ってくれていたのですが、遅すぎましたね。それらをもっと早くにやっていたらとか考えてしまいますね。そしてレシューは家に椿を残して森へ走り、神社へ向かう途中に物語冒頭の木造の古小屋にたどり着いたのでした。終わりが見えてきた感じですね。そういえば神社町も人がいなかったんですけど、レシューが友よ村でも誰にも会わずに村まで走ってきたという表現になっていました。これは関係あるんでしょうかね。続けて撮っているんですが、ちょっとね、声が出ません。それでは読んでいきましょう。ある古びた木小屋の中、僕は横たわる。いつまでこうしていたんだろう。夜が来るのはもう3度目だったかな。3日も飲まず食わず、木小屋の中はずっとこうして動かない。どこにも行けない。街には僕の辛い思い出が残ってる。村にはもう何も残っていない。動けなかった。まだこの時は記憶はあるんだね。僕の戻るべき場所はもう存在しなかった。ただここでじっとしている。このまま朽ち果てるのを待つだけ。ぼんやりと外を見る。雪が降っている。あの時と同じ雪。母さんと別れた時も、椿から離れた時も雪が降っている。これが現実だと言わんばかりに。雪は嫌いだ。いつも僕を見下ろしている。その真っ白な雪が真実というものに見えるから、それを受け入れるのが嫌で、僕は小屋を出た。ただ目的もなく歩く。もう何もかも遅い。すべて終わってしまった。僕が帰るべき場所はなく、そばにいてくれる人はもういない。靴が脱げた。足に直の冷たさが当たる。どうってことなかった。まだ歩く。帽子が脱げた。髪の毛に寒さが一気に染み渡る。何でもなかった。歩き続ける。何のために。つまずいてこけた。立ち上がろうとする。でも立ち上がれなかった。理由がないから。もう僕には何の理由もないから。天を見上げる。空を覆う雲と降り注ぐ雪。意識が遠のく。抵抗はしなかった。するとそれはどんどん小さくなっていく。体も限界に近づいている。もう時間の問題だった。ただ最後に頭によぎったのは今までの出来事。母さんと椿と過ごした記憶。それは僕の一番大切な時間。そして僕の一番辛い現実。それは僕がずっと探し求めていたもの。そして結局掴むことができなかったもの。もう思い出したくない。でも忘れることのできない時間。
戻りたい、あの頃に。母さんが笑って僕を迎えてくれたあの頃に。椿が僕のそばでずっと支えてくれていたあの頃に。戻りたいよ。ねえ、椿。水面に浮かぶ私、流れに身を任せている。ただ理由もなく動かずに。このままどこへ行くんだろう、椿。私はもうリシューのそばにいない、椿。そばにいてあげられない、いてあげられなかった。もう私に意味なんてない。ここでつばき目線はずるいよ。生きた意味も証も、せめて何か残すことができればよかったのに。せっかく収まってたのに。あの子に、リシューに生きて。意識がかすむ。私という存在が流れとともに消える、そんな感覚だった。このままどこかに行っちゃうなんて、なんかやだな。突如腕をつかまれた。実際にはそんなことはなかった。でもそんな感覚がよぎる。誰？私を引き止めるのは。ねえ、そこにいるのは誰？私じゃない。どうして私の手を引っ張るの？どうしてあなたは私がわかるの？どうしてあなたは私がわかるの？どうしてあなたは私のことを知ってるの？私の生きてきた過去を。待ってって、どうして？そこに残ればもっと辛い。このまま行っちゃいけないの？どうして私にそんなことを話すの？あなたは誰？私が選べって。もっと辛い道か、このまま終わる道か。だったら私は、辛いのは嫌だな。もう嫌なことばっかりだったから、生きてきてずっと。人として幸せな道を歩くこともできなかった。ずっと地獄のような生活ばかり送らされてきた。そして結局そのまま何もできずに全部終わった。だったらせめて最後の最後くらい楽に行かせてよ。辛いことなんて全部ここに置いて、それ以外何も残ってないんだもの。何一つ残ってなんて。嫌だよ、私が生きて残せたものが何もないなんて。私が生きた意味が何一つないなんて。ただ苦しんだだけで終わりなんて、そんな終わり方私は納得できない。せめて何か一つでも残せるなら、どんなに辛くたって私が胸張って生きたって言える何かを残していけるなら、私は。目が覚めた。気がついたと言った方が正しいと思う。え、生き返った。布団の中起き上がる。体が軽い、重みを感じない。さっきまで病気だったのが嘘のよう。病気だった。
ふと体に感じる違和感。それ以外何も感じない。体の温かさが全く感じられない。頬に手を当てる。冷たい。そういうことか。いや、同じ。手も冷たいんだ。体中冷え切ってるんだと思う。私はもう体温を感じない。それで確信した。もう私は生きてはいないこと。立ち上がる。動くことはできる。手洗いに足を運ぶ。鏡を見た。映っているのは紛れもない私自身。ずっと見てきた私そのものだ。何も変わらない。見た目は何も。胸に手を当てる。刻む生の証はそこにはない。心臓も止まってるのか。これが昔の私との決定的な違い。でも私はそれをすんなり受け入れた。今さらどうこう言うつもりもない。上着を羽織り外へ出る。そこは私の知る巴村そのもの。でもそこにあるはずのものがない。あの老人たちが一人残らず消えていた。老人だけじゃない。ここにはリシューもいない。一日が経った。日は落ち、夜が来て、また日が昇り、朝が来る。ここは同じだった。ただ、誰もいない。そして、もう一つ気になるのは、私が前見た村と全く何一つ変わっていないこと。元気だった頃ってこと。初めは気がつかなかったけど、長い時間眺め続けてふと思い当たった。雪の積もり具合とか、あの時落っこちた時の跡とか、気持ち悪いくらい一緒。まるで私の記憶のコピーみたいだ。雪が降っているのに積もる気配がないのも変。そして最後にもう一つ。ここは異常なまでに静か。聞こえるのは小さな風の音くらい。いや、これは風の音なんだろうか。そう考え出すと何も聞こえなくなるくらいに。ここは私の知る村とは違う。偽物って言ってたよね。今ははっきりとわかる。じゃあなんで私はこんなところにいるんだろう。あの時聞こえた声。私の意識が消えかかっていたあの時、私をここに呼んだ声。一体誰だったんだろう。一体誰だったんだろう。ここは変な場所だ。でもここにいる意味はあるんだと思う。私にすべきことが何かあるはず。でもそれが何なのかわからなかった。空を見上げる。雪が降っている。白くてキラキラしてて、ゆっくりと空から降りてくる。本で読んだところだと、雪はロマンチックな描かれ方をすることが多いらしい。そうだね。見慣れた景色も、そう言われるとそんな気がしないでもない。雪は嫌いじゃない。私はそう思う。でも、雪が降っている間はオーロラが見られないんだ。そうだね。病気の時、よくリシューの本を見てた。村の外の世界に少なからず憧れを抱いていた私には、リシューの本を気に入っていた。そしていつか二人で見ることができたらいいなぁなんて。今更ありえないこと。ただ空を見上げて思い描いてみる。あの雲が晴れたら、空いっぱいに広がる虹色が織りなす光の波。
空から降りるカーテンが目に映る。そんな風に。私はそれで十分かな。終わったはずの時間を超え時が経つ。さらに日がもう一周半した。結局何も起こらない。私は何をすべきなのか未だわからない。じゃあそのオーロラの想像をしてた次の日の昼ってことだね。このままただ待つだけ。そうして何になるんだろう。少しもどかしい。もっと森の方を調べてみようかな。別に迷っても死ぬわけじゃないし、立ち止まったままなのはもう嫌。今できることをしよう。そう思って立ち上がった時、波風一つ立たない水面にかすかな揺れが生じた。体に伝わってくる波、突然現れた違和感。これは何？ふと辺りを見回したけど何もない。でも確かに感じる変化、言いようのない感じ。言葉にするなら鼓動の音。マイカが近くにいるのかな。この波は心の音のよう。ほんの小さな、でも何度も発せられる音。とても弱い音が波になって足元に伝わる感じ。森の方からやってくる。考えるよりも先に足が動いた。私は自然とその元へ向かっていた。それは森の深いところにあった。私も行ったことがないようなところ。どうしてこんなところに。しばらくしてその波を放つ元にたどり着いた。レシュー。そこで目にしたもの。地面に倒れて動かない。レシューだった。え？すぐに駆け寄って抱き上げた。愛花だと思ってた。レシュー、ねえレシュー。返事はない。レシューは全く反応を示さなかった。え、じゃあ一番冒頭のあれとは、冒頭っていうかまあ中盤っていうかあれとはまた世界線が違うのかな。死んだように腕をだらりと下げ、呼吸をする様子もなく、ただリシューは私の腕の中で体を預けるように。嘘。命の気配がない。まるで抜け殻のよう。本当にリシューはそこにいなかった。え？ねえ返事してよリシュー。なんでこんなところで寝てんのよ。ねえいいから起きてよ。ほら。揺さぶっても声をかけてもリシューは何も答えない。私の声はリシューに届いていない。なんで？どうしてリシューまで？私だけじゃなくてリシューまで。何もできなかった。私が今まで生きてできたこと何もない。残ったものもう何もない。ずっと檻の中で過ごしているような人生だった。いつか救われる日が来るなんてそんなことまでは望んでいなかった。そこまで大それた幸せは欲しくなかった。ただせめて私の生きた証を。生きていて何か意味があったって何かが欲しかった。ずっと地獄のような生活を続けたとしても、それだけの人生だとしても、ただ無意味な人生だったと思いたくなかった。だからリシューに託そうと思ったんだ。あの子が私に助けを求めてきた時、私がこの子の支えになろうと思った。生まれて初めて私の生きる意味を見つけた気がしたから。唯一私にしかできないことだと、そんな風に思い上がって、結局私は
リシューを救うことなんてできなかった。私が残したものは痛みだけ、もっと辛い目に遭わせただけだった。私が弱っていく様を逃げもしないでずっと見守ってくれて、その時に背負った心の傷が広がっていくにもかかわらず、リシューの私を見る顔がどんどん悲しみと苦痛で染まっていく姿が忘れられない。私は甘えてたんだ。リシューを助けようとしてたんじゃない。私がリシューに助けを求めていたんだ。あの村で暮らし続ける以上、本当の救いなんてない。苦しみの中を共に歩むだけ。その苦痛を和らげたくて、傷を舐め合う仲間が欲しかっただけだ。そばに誰かいて欲しかった。一人じゃ寂しかったから。そしてその結果がこれ。私もリシューも何も残すことなく全て終わった。何も意味は。リシューを見る。リシューは言葉を発さなかった。糸の切れた人形のように全く動かない。やだ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 、こんなの嫌。こんな終わり方なんて、こんなのやだよ。誰かリシューを助けてよ。お願いだから。私の生きた意味なんて、私のことなんてどうでもいい。どんなに辛くたって、どんなに苦しくたっていい。私はどうなってもいいから。だからせめて。リシュー、リシュー。リシューの胸を強く抱きしめる。胸に顔を当てて泣き続けた。でも全く反応はなかった。リシューの心はそこにはいなかった。トクン、脈のような何かがリシューの胸から聞こえてきた。リシュー、耳を胸に当てる。小さな、とても小さな音。それがほんのちょっとずつ大きくなってくる。とても小さなものだけど、でも確かにそこにある。鼓動の音。これ、私の胸に手を当てる。そこには何もない。何も聞こえない。もう完全に消えてしまったものだから。でも、リシューはまだ消えていない。これで終わりにしますかね。なんかまた私の想像と違っていたんですけど、どんな感じなんですかね、今後続くかな。でももうすぐ終わるよね、きっとね。アイカに会ってないんだね。まずそこがもう想像と違っていた。でもリシューは死んでなかったから、次回はそこから見ましょうね。はい、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。いや、まさかな、椿視点になると思わなかった。はい。それでは、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。次回に続きます。バイバイ。お疲れ様でした。